今回は、ガイ俺の班も試験は先延ばしにして一年経験を積ませた、このセリフの違和感に気づいた読者の反応集を紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。こういうとこガイ先生って熱血論者ではあっても当たって砕けろ論者ではないよね。シャリンガンも俺の熱い血潮でと根性で無効化するとかではないし。だからこそダメなら俺が一緒に死んでやるが俺に聞く。ガイ先生派手な見た目と言動で勘違いされがちだけど多分カカシとかより現実的だし冷静カカシはカカシで見た目でクールな論理派みたいに思われがちだけど全然そんなことない。実際死ぬ可能性もある試験だからな。ナルトたちもリーとか、イノハンのサポートなけりゃ多分死んでるしていうかリーとイノハンもサスケいなけりゃ死んでるし。まあそのリーもイノハンもそもそもサスケがいなけりゃあれに巻き込まれてなかったんだけどな。死ぬ可能性ある試験なのはガーラが普通にエントリーしてる時点でその通り。こんなこと言っちゃあれだけど先祖代々のコンビネーションのあるアスマ班や探知特化でサバイバルには滅法強いくれない班はゲンから言う揃いではあるけど。外班ってリーという落ちこぼれの釣り合いにネジを入れたって典型的なチームワークガタガタチームだろうしな。あの時点のネジが連携解く前のリーをボケ扱いから改めるとも思えんし経験なしに試験出すのはマジで無謀だと思う。7班も大差ないガタガタチームだぞ。そう考えるとイルカ先生がマジかよこの上忍びってなったのそらそうだろなだ。サスケが里抜けしたのは中忍び試験も原因の一つだしな。そうかと思ったけど確かに中忍び試験でオロチマルとエンカウントしてなければ色々違ったかオロチマルに目はつけられてたからいずれなんかあっただろうけど大人の目が行き届かない場所で受印つけられるような事態は防げただろうしカカシは本当にヤバい時以外はまあどうにかなるでしょの精神の持ち主オロチマルやガーラが参加してなかったら実際問題なかった気がするでもあんなのが平気で入れちゃうのが中忍び試験だからねオロチマルは潜り込んだにしてもガーラは正当な手続きで参加してるし試験官の説明見ても過去の試験でも死人出てるみたいだ次第によってはあれよりひどいのもいたかもしれない波の国の時からその傾向あるよな割とノリいつかの年にはザブザも中忍び試験受けてたんだよね多分カカシはやったらできたって経験ばっかりだろうから地道に鍛えてきたガイの方が理論派なのは理にかなってんだあの頃の手持ちの武器はナルトが影分身で桜に至っては負けん気くらいだもんな波の国で成長したと思ってるからかカカシ結構楽観的に考えてるよな波の国のあれで安心してたんなら指導者として割とヤバいから描かれてない通常任務や指導の中でこれならいけると思えるだけの何かがあったんだと思いたいこれぐらいできたら中忍びラインかなって認識はあって頑張ればいけるってレベルなら経験積ませるために受けさせるのも普通にありだよね他の里開催になったらナルトやサスケはちょっと面倒だろうし地里開催の今回受けてもらいたいっていうのはあったかもしれないけど詳細伝えずに本人の気持ちがなきゃ受けられないようにしてたからどれだけガッツで出るかを重視したのかもサスケはともかく他二人ははっきり言って中忍びの水準には届いてなかったよな波の国の記録なんて桜何もしてないサスケ相手が悪いとはいえ実質任務中に死亡ナルト九尾の力解放本人の意思でコントロールしたわけではないで不安しかない波の国の後で猫探しで1年経過させるのはぬるま湯でしかない受験は妥当でしょしたし忍びの依頼でろくなの回ってこなかったら中忍び試験受けましたって経歴つけてまともな仕事回るようにするっていうのはあるかもな他の同期と同じ感覚でやられても班員の身内で忍びとしての面倒を見てくれる人が07な班が遅れてくだけだしガイって努力型で挫折もたくさんしてきただろうから教育法は割と理論派というか堅実に育てていってるカカシの方はみんな伝説の3人に叩き込まれてるからその依頼が本来はマフィアからの護衛の依頼なのだから猫探しだけでってわけはないと思うけど中忍び上忍びが受けないといけないような難易度が高い依頼はたくさんあるわけだし中忍び試験って何事もなければ他里の忍びや同期以外の面々を間近で見られる下忍びにとってはまたとない機会だよな早く受験させて世界の広さを見せるのも合格できるであろう実力をつけさせてから受験させるのもどっちも一理あると思うわ自信なくしてる桜にサスケがお前が一番現実伸びてるって言ってたし多分低ランク任務だけじゃなくて色々修行や稽古もつけてはいたんでしょ根性論だけに見えて結構理論派というか普通にその辺は教育者としても指揮官としても上忍びとしても上積みなだけはあるよねっていう最終決戦でも参戦できる実力なだけはあるよく話題にされる心の闇のところとか見てもそうだけど熱血青春に演技と打算の部分もあるのも確かな人ではあるよね
ある程度は元にしても弟子の手前がどうこうっていうのも他ならぬ心の闇、本人自身の指摘だからね。まああんな世界じゃ無理してでも前向いて後進に希望を与えようと思うのはわかる。なにせ本人が父親から受け継いだことでもあるし。まあだから第7班は試験直後に実質一度瓦解して里抜けしてないナルトと桜もしゃあないとはいえ3人に取られてしまったし、カカシ的にも多分結構耐えたんじゃねえかな。あれを出さんという気にはなれない。中忍びは隊長って前提踏まえればカカシは逆にナルトは 100% 合格しない自信あったろうから明らかなパワーレベリング。よく考えら1年も経ってない新人を隊長にする試験とかアホやな。佐久間さんが評価してたのもわかるんだよな。努力を怠らずに積み上げてきたタイプは強いわ。下忍びは50年下積みしろ。カカシ先生、俺もこいつらの年齢の頃には下忍びから昇格してたし、波の国の任務クリアしたこいつらなら問題ないだろとは思ってそう。まあここってメタ的なところがだいぶ大きいよな。岸影は中忍び試験前にあと12回任務編を入れるつもりで、他里のカカシのライバル上忍びのフォーマンセルハンと戦う構想まで考えてた。ちんたらやってないでさっさと中忍び試験やって新キャラガンガン出すぞ、との編集アドバイスになって、同期たちのキャラデザとかコマに書きながら考えたくらい走りながらやったらしいし、不自然になりすぎないようにできる限り調整したと思う。でもあの頃のネジ割りとしっかり仲間意識持ってるし、そうなるのが外反以外浮かばないんだよな。岸影の心残りらしいから新作アニメでやるつもりだった少年編って波の国中忍び試験の任務編だったんじゃないかと思ってるんだよね。まほぼポシャったけどね、ははは。だとするとかなり部下を見れてない、何かいけるって確信持てるようなことがあったならまだしも、波の国以外は大した任務やってないみたいだし、肝心の波の国任務が結果だけ見たら成功だけど経過見たら大失敗なのに。ただカカシは実は七班の先生として人としては頼りになるけど、指導員としては特別優れてるようには描かれてないからこんなもんだろ。すべて完璧なキャラいないし、なると推薦しなかったらしなかったで風は陣中力出すのに、卑猥のシカ長、油目犬塚、ヒューガ、宗家、内派も不参加なのかってなりそう。新人9人中7人名下で1人陣中力ってこの世代どうなってんだ。カカシ先生本質的には凡人のことがわからん天才だと思う。それでいて繊細だから曇る。まあ作中内で中忍び試験にルーキーぶち込んだのかなりあれだと思う。そしてメタ的に言うとここで中忍び試験ぶち込んだのは大正解だったよね。作品人気が爆発的に高まって不動の地位になったし、やっぱ漫画は安全策ばっかり取ってたら盛り上がらない。ちょっと無茶するくらいの試練に挑むくらいがちょうどいい。言うて一部から二部では先生も反省してるし成長してるよ、自分でだら先とか言ってたし、一部ではエビスにぶん投げてナルトに繊細なチャクラコントロールを覚えさせようとしてたけど、二部では地雷やみたくとりあえずチャクラ使わせて影分身大量学習みたいに教育方針もより本人の資質に合ったものに変えてる。カカシの方って映画でも俺の勘がうんぬんって言ってたし、状況次第じゃギャンブルにも出る天才肌の感覚派な上、普通に上忍びし1年生で師としての経験値もゼロだからな。害は少なく見積もっても2年目でアスマに至ってはちゃんと面倒見切って独り立ちさせたやつもいるから、上忍び師としてはくれないと同期。ジレスマーだから慎重になれよってのは本当にその通りって感じだけど、新米特有のサンプルの少なさ、昔の自分の経験と本来の気質が良くも悪くも噛み合ってしまった感じある。ガイ先生って父から受け継いだ自分ルールで自分を縛ってるけど、それは自分の頃から時代が変わったの分かってなさすぎでは、カカシそういう天井人的世間知らずなキャラではなくないか。常識はあるキャラだと思う。アスマってイノシカ長か受け持つ下忍び二組目だったん。上忍び師システムって一師匠につき一組だと思ってたから知らなかった。だとするとアスマってかなりベテラン指導者なんだな。弟子や教え子相手にキャラ作るのは打算っていうよりは教育上必要な配慮みたいなもんよ。アスマの葬式に卒業生的な人が来てるよ。まだ下忍びだったけど、下忍びスリーマンセルシステムいまいちよくわからないんだよな。上限何年までとか期間決まってたりするのかな。アスマって守護忍び中に死もしてたり、割と経歴華麗だよな。この歳で青春行ってるのは無理あるんじゃないかって心の奥ではわかってるしな。この人かナルトたちと同じ12歳でアスマが上忍び死に着いたと仮定すると、アスマは20歳で新人指導してたことになるのかな。まあ地雷や、ナルトみたいに個人的に指導してた可能性もあるけど、こんなモブまで細かく設定してるもんだな。少なくとも3人とも中忍びになったら解散、アスマ班の解散見るに。猪松さん下忍びなんすよね。あと時代違うけど、このハマル班ってサラダが中忍びなった時点ボルトたちまだで解散してなかった？
皆さんは、ガイ俺の半も試験は先延ばしにして一年経験を積ませた、このセリフの違和感についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。